段階の速やぶだったと思いますけれども、もう偶発的な戦争を回避するためにはですね、対話しかありませんから、しかも米朝の首脳同士がもう会談をして、そして現状を打開するしかない。日本はですね、その間に立って、ロシアや中国、韓国など関係国とともに、また北朝鮮と密接な関係であるスイスなど、中立国もですね、なんとかしたいというふうに考えているようですから、ぜひそういう国際的なですね、外交努力によって、まさに日本がそうした役割を果たすべき、私は役割と責任とあると思いますので、ぜひ一歩踏み出していただきたいと思います。山井さん、ちょっと続いて、もう一度、松井さんはこの問題どうでしょう。外交安全保障については本当に、現実的な対応が一番だと思います。日本の安全を守るには日本だけではこれはできないことは事実であり、世界との協調が非常に重要なポイントになります。その意味では、総理の地球を俯瞰する外交が挙げていると我々は
制もこの後もここにも絡んできますので、そちらの方で今の情勢も踏まえたご発言、そういう形で一つまとめていただきたいと思います。今回の選挙の焦点の一つ、一番大きな焦点になるのかもしれません。憲法についての議論を進めます。憲法を改正して自衛隊の存在を明記することに賛成か反対か。 NHK の世論調査では賛成が 31%、反対が 22%、 どちらとも言えないが 41% でした。自民党の安倍さん、自民党は憲法の改正を初めて公約の重点項目に位置づけました。その狙いはどこにあるでしょうか。回ってもですね、公約の中に入っていましたが、今回は4項目についてですね、絞ってお示しをさせていただきました。その中で例えば自衛隊を明記する、北朝鮮情勢が厳しくなっている中で、まさに24時間365日日本人類の人を守るため、幸せな暮らしを守るために頑張っているのは自衛隊の将軍です。まだ災害が起こった場合、危険な現場には先に自衛隊で飛び込んでいるのですね、自衛隊の皆さん、しかし憲法学者の中においてですね、自衛隊は貢献という注目ことができるのは今ですが、かかっていくわけでありますから、自衛隊が、